毎晩子供とお風呂に一緒に入ります。おちんちんをガン見してます。ちょっとずつ大きくなってるなと思って、まあ親として嬉しいんですけど、まあ自分にはないですからね、あそこが。まあでもこれを虐待ってまあ言う人がおるかもしれませんけど、まあそう思わないでほしいっていうか、なんか、まあ、家族なんでこうスキンシップっていうか、なんて裸の付き合いっていうのがいつまでできるかな、いつまで壁がない関係性っていうのを続けられるかなと思って、楽しみにしているところではあるんですけど、まあ、家族ですからね。で、まあ、家族なんで、まあ、せっかく息子もいるし、育ち盛りの息子もいるし、これからこう成長ホルモンとか、まあ、男性ホルモンとかも少しずつこう増えてきて、まあ、あそこもどんどん大きくなっていったり、こう筋肉もムキムキっと発達していったりするのかなというふうに、まあ、思ってるんですけど、まあとある情報によると、うんちをね、エネマの中にちょっとエキスとして混ぜ込んで、それを挿入すると例えば腸内細菌をシェアできたりとか、まあ、それで痩せたりとか、そういう治療方法っていうのがあったりするって聞くんで、手術もあるとかって聞いたんですけど、そんなこともしてみたいななんて思ってるんですよね。まあ、この話を聞くと頭がちょっとおかしい、ちょっと言っちゃってる人と思われるかもしれないんですけど、一緒に子供にお風呂に入るとかっていうと、例えばですけど、ちょっと話を飛ばすというか戻ると、この前城崎温泉まで一緒に子供っていうか家族で城崎温泉まで旅行をしたんですよね。その時に、まあ、往復片道4時間で往復8時間の道のりがあるんで、スピードランニングを聞いてたんですよ。まあ、妻が今英語にハマってるっていうことで、まあ、一緒にスピードランニングを聞きながら行ったんですけど、その中で、まあ、文化の違いとかっていう、そういうタイトルだったかと思うんですけど、子供と一緒に親がお風呂入るっていうのは虐待だっていう、そういう話が出てきたんですよ。で、まあ、そういえばジブリ作品でもそういう問題のシーンがあったなっていうことを思い出したんですよ。トトロ、隣のトトロのサツキとメイがお父さんと一緒に五右衛門風呂に入るっていう、そういうシーンなんですけど、実はこれアメリカで大変問題になりました。虐待だっていうことで。で、まあ、日本だと当たり前の風景で、どこがってちょっとピンとこないところがあるんですけど、育った環境によって本当に考え方とか物の見方とか、なんか信念っていうか世界観っていうのがこれほどまでも変わるっていうのは、まあ、びっくりするんです。で、まあ人はいろいろいるし、まあ、いろんな考え方があっていいんだなっていうことももちろん認識してるし、みんな正しいし、みんな間違ってるって、まあ、お互い間違ってるし正しいっていうところを認められると、なんとなくこう世界が、争いが、圧力というか摩擦がなくなっていくのかなって、まあ、思ったりするんですよね。で、フランスに留学してた人からこんな話を聞いたんですよ。そこはちょうどこう男女の 性別とか、まあ、性によるこう差別とか区別とかっていうことをテーマにちょっと話をしていたミーティングだったんですけど、フランスからちょうど帰ってきたばっかりっていう人がこういう話をシェアしてくれました。それはフランスの寮に、まあ、暮らしていた時にシャワールーム、お風呂がユニセックスだったと。まあ、それはシャワールームだったから、まあ簡単っちゃ簡単なんですけど、とにかく入り口は一つしかないわけですよ。男女ともその入り口から入っていって、で、まあお風呂の中には個室があって、まあ、それぞれが、まあ、自分のシャワーで、シャワーを浴びてお風呂に入ると、まあ、ちょっと浴槽という感覚とはちょっと違うかなと思うんですけど、入り口が一つしかないんで、その自分は男だとか女だっていうことをこうお風呂に入るからっていうことで意識しなくても済むっていう、そういう話だったんですね。で、なんでこんな話になったかっていうと、トランスジェンダーの人たち、まあ、自分も含めてですけど、トイレとかお風呂の問題っていうのがあるんですよ。で、まあ、トイレ、男トイレ、女トイレとかあって、まあ、トランスジェンダー、FTM、MTF、まあ、体が女性だけれども、
男として生きている人、あるいはその逆で体が男性だけれども女として生きている人がどちらのトイレに入るのがいいのか、入ってもいいのかっていう、そういう問題があって、まあ、トイレに入るたびに自分はどっちなのかっていうのをすごく問われるっていう、なんか踏み絵のようなそんな気分になるっていう話と、まあ、そういう話とか、あとはそのお風呂、浴場、まあ、例えば性別変更したとしてもその体的にやっぱりそのおちんちんがついていないとか、骨格が男っぽいとか、ヒゲが生えているとか、剃っても剃ってもこう 黒っぽいみたい、青っぽいみたいな、そういう中でその裸になった時に、どっちのお風呂に入ってもいいのかいけないのかっていう、そういう問題がやっぱまだまだあるかなと思うんですよね。で、まあ先日、昨日か一昨日ぐらいに、一昨日か、北海道で女風呂に50分使っていた、まあ、女装男性が逮捕されるという事件がありましたよね。建造物侵入の疑いで、まあ、逮捕されたわけですけど、気をつけようと思いましたね。自分も今年の目標が男湯に自然に入れるボディ、肉体を作ることっていうのを目標に掲げていたりするので、建造物侵入の疑いで逮捕される可能性が ありえるなと、まあ、ちょっと思ったわけですよ。で、まあ、トランスジェンダーの風呂問題、トイレ問題、まあ、まだまだ議論がされてないなって思うわけですけど、自分が入りたい方に入ればっていうシンプルな問題じゃなくって、なんかやっぱり社会全体の、まあ、自分だけじゃなくって、こう社会っていうのはいろんな人で成り立っているし、そのいろんな人がそれぞれにいろんな考え方があるわけで、社会全体の共通認識をとか、まあ、ルールとかっていうのを丁寧に作っていかないといけないなって、まあまあ、日頃から思ってるわけですよね。でもこれをなんか急ぐとやっぱり意見の対立が起こったりとか、まあ、いろんな社会問題が先に起こっちゃったりとかで、なかなかすぐにとはいかないと思うんですよ。ゆっくりと醸造させればいいんじゃないかなと、そのもどかしいですけど、なんか早く解決してほしい、早くなんかもう新しい道を作ってみたいに、まあ、思ったりするんですけど、まあ、そういう人は荒井翔さんの中性風呂に行こうだったかな、なんかそういう漫画があるんでそれを読んでほしいんですけど、男風呂でもなく女風呂でもない中性風呂っていうのを作ればそこで解決っていう、まあ、話があるんですけど、ゆっくり議論を進めていけばいいんじゃないかなっていうふうに自分はいつも考えてるんですよ。すごいもどかしい作業だし、すごい根気のいる作業だし、時間もかかるし、なんかいろんなこう意見を調整するっていうことで疲れると思うんですよね。でも自然に学ぶとすごくなんか勉強させられることが多いなと思うんですよ。さっきの、まあ、一番冒頭に、まあ、子供とお風呂に入るでおちんちんをガン見するっていう話もありましたけど、これ別に面白おかしく言ってるわけじゃなくて、結構、まあ、自分からしてみれば真剣な話で、まあ、自分にないものを、まあ、自分が発達段階の時に一緒に持っていなかったものを、まあ、子供が持っているもので勉強させてもらってるっていう姿勢もあるんですけど、子供と初めて出会った頃、まあ、今から2年ほど前から比べるとなんか大きくなってないようで、やっぱり大きくなってるんだなっていうことを思うんですよ。で、なんか子供ってなんかすぐに大きくなるような印象があるけども、でもそんなにめちゃくちゃ今日110センチの子供が明日105センチになって1ヶ月後に120センチになったりとかってはならないわけで、すごくゆっくりゆっくり髪の毛にしてもゆっくりゆっくり生えていくわけですよね。で、どうしても大人とか、まあなんかちょっとこう気の、まあ、早くと思ってしまうとすぐに進化したがったりとか、すぐに成長したがったりとか、すぐになんか解決させたがったりとかっていう、まあ、ファースト文化にちょっと毒された発想っていうのがあるかなって思うんですけど、本当自然とか宇宙のなんか法則っていうのに立ち返るとなんかヒントが見えてくるんじゃないかなって思うんですよ。例えばパンとか、まあ、酵母で発酵しますけど、本当にじわーっと発酵して、まあ、パン、まあ、天然酵母とかでじわーっと本当に時間かかりますよね。温度とか
湿度とかいろいろな要素が絶妙なバランスをとって、その条件で一番ベストなとか一番ふさわしい形で発酵が進んでいったりします。チーズとかにしてもそうだと思いますけど、そういうふうなところに少しでも早くとか人間の都合でその発酵のプロセスをコントロールしようと思うと、例えばパン焼き器みたいな機械を作って温度を一定に管理したりとか、天然酵母を使っていたものがドライイーストっていう、まあ、人工的に無理やりに強制的に発酵を進ませるようなイースト菌で発酵させたりとか、少し無理がどこかに生じてくると思うんですよ。あんまりこう目で見てはわからないかもしれないし、あんまりその効果っていうのもあんまりないかもしれないけども、なんとなくそんな気がするんですよね。なんとなくっていうのはすごい適当ですいませんけど、農作業をしていても、まあ、農家として農作業をしていても思うんですけど、種を植えて葉っぱが出て花がついて実ができてってすっごい時間かかるんですよ。そういうふうに自然の時間って自然のリズムがあって、何日も何日もかけてすごい時間がかかるんですけど、お金もかからないし、なんかその環境によって落ち着くところにちゃんと落ち着くんですよ。種を植えたら実ができるんですよ、待ってれば。でそこにはなんか副作用とかもほとんどないですし、まあ虫に食われたりとかそういうふうなことも、まあ、起こったりしますけど、なんか自然だなって思うんですよね。まあそういうふうなのも、もう自然界の競争の一つかなっていうふうに思うわけですね。でその自然の営みを見ていると、まあ、思うんですけど、なんか我々人間は急ぎすぎかな。でタイムラインをその1年とか3年とかそんな短いものにせずに、一生とか、まあ、あるいは永遠永久、その自分の人生だけじゃなくて前からの人生とか、この自分の人生が終わったその後の人生だとか、もっとタイムスパンをロングタームにすると、もっともっと長い目で世の中とか自分の人生とかっていうのを捉えると、少しホッとするなって思うんですよ。なんかゆっくり腰を据えて、うん、どうしようかな、ああしようかな、これをしてみようかな、ああしてみようかなみたいにゆっくりと考える時間があるっていうか、じわじわ少しずつ進めていくっていうか思うんですよね。で一番なんかそれができやすいしやすい、一生あるいは永久っていうそういうスパンで関係性を作れる場所っていうのは家族かなって思ってるんですよ。子供がどう成長するか、おちんちんがどういうふうに大きくなっていくかっていうのもゆっくり見守っていきたいですし、なんか子供がどういうふうなことに興味を示して、どんなスキルを身につけて、どんな才能を開いて、どんな将来を作り上げていくのか、どんな人間関係を展開していくのか、もうすごい楽しみなんですよ。でもそれを見るまでにはやっぱりすごい土台っていうか、なんか基礎っていうか、いろんな体験を積ませてあげてないとダメだろうなとかって思うし、まあでもとにかく種をまいたら必ず実ができると思うんで、いろんな種をまいていきたいなって思うんですよ。そういう意味ではこう一生付き合える家族っていう関係って本当にいいなって思うんですよね。家族って他人とはちょっと違うっていうか、まあ、他人だったら、まあ、騙していいっていうわけじゃないですけど、他人だったらなんかちょっとごまかしたり格好つけたりしてもあんまりこうバレないっていうか、でも家族だったら毎日顔つき合わせて日々のこう感情の移り変わりとか、なんかもう本当の性格とか、本当に普段日頃からやってる言葉遣いとか態度とか生き方とか価値観とか世界観とか全部お互いもろ分かりなわけで、もうなんか格好つけられないっていうか、もうありのままの自分、もう 丸裸っていう、そんな感じだと思うんですよ。そういう関係になれた時こそなんか本当の付き合いができるかなって思っていて、まあ、自分はできるだけ一人一人とそういう関係性、透明な関係性を持って、なんかこう、もうこれが自分です、これをもう好きに調理してくださいみたいな、そういう感覚を持って人と付き合い、お付き合いをしたいなというふうに思ってるんですけど、まあ多少まあ少し風変わりかもしれません。ちょっと周りが理解しにくい感覚を持っているかもしれない。でも一生涯、
ロングスパンで家族のような付き合いをしたいっていう、まあ、こういう情熱とか愛情とか誠意とかに関してはまあまあ持っている方かなと思うんで、まあ、一緒にお風呂に入りましょうということを言ってるわけじゃないですけど、まあ、風呂っていうのはあくまでシンボルなんで、あのお互い変な壁を作らずにいい人間関係を築いて、お互い刺激を与え合って、そういう関係を作りたいなと思うんですよ。もう何回も言ってるんですけど、そんな1000人の家族っていうのをいつも募集してるんですよ。なかなか集まらないんですけど、なんかみんないろいろ隠し事があるのかな、なんか言いたくないこと、なんか高木キートに言ったらバラされるとか、そんなことを恐れてるのかもしれませんけど、あのまああんまりこうプライベートのこと話します、あのバラさないですけど、別にバラされても大丈夫かな、あなたはもうそのままで大丈夫だと思うんですよ。少なくとも自分があなたを完全に受け入れたいっていうふうに、まあ、思いますんで、1000人の家族の人になりたいと思う方は、なんか今日も連絡をくれたらくれないかななんて、まあ、思います。まあ、最近相談なんかもあの寄せられることが多いんですけど、まあ、自分自身のこう体験とか、まあ、あの考え方っていう観点からいろいろフィードバックできることっていうのは、まあ、たくさんあるかなって思うんですよね。いろんなことを体験してきたし、いろんなことを勉強しているし、知識もある方だし、あのまあまあ懐も広い方なんで、まあ、何があってもバッチリ大丈夫、どんと来いって感じなんですけど、だけどなんか全ての人に同じようにやっぱお付き合いするしたい気持ちはあるんですけど、時間がないんですよ。で、全ての人が本気で付き合ってきてくれるとも限らないわけで、なんか本気の人と長い付き合いしたいなと思って、でお互いのゆっくりと進化していく姿をお互い確認しながら、あの励まし合いながら成長していきたいなと思って、そういう人たちから学びたいなと思ってるんですよね。まあ少し取り留めもない話かもしれませんけど、あのちょっと真面目な話になって、あのしんみりとした話口調になってしまいましたけど、家族、まあ、2018年のあのテーマにしましたけど、家族になろうよって思います。まあもしこの話を聞いて、まあ、1000人の家族の人になりたい、なんか相談なんかもあのしたいとか、自分の本気をさらけ出したいとかっていう人は、1000人の家族希望っていうふうに書いて連絡をください。ゆっくりとお互い進化していきましょう。今日も最後までお聞きいただきましてありがとうございました。また明日お会いしましょう。アスタラ。